ウィキペディアにおけるログイン画面下の欄にパスワードを入力するパスワードとは一般的に合言葉を指すが特にコンピュータ関連で使用する場合は特定の機能を使用する際に認証を得るため入力する文字及び数字の羅列を指す多くの場合その利用者が本人であることを確認するものでその利用者のみが知る文字列を用いる通常は ユーザー ID とタイにして用いる。あらかじめ登録されているそのユーザー ID のパスワードと、操作者によって入力されたパスワードが一致している。ことによって、操作者がそのユーザー ID の使用者本人であると認識する。パスワードのうちで、数字のみで構成される。文字列を暗証番号という、金融機関の ATM や、携帯電話の本人確認で利用される。 文字列の長さが数十文字以上と長いパスワードのことを特にパスフレーズと呼ぶことがあり高いセキュリティが必要なシステムで用いられる多くのシステムではパスワードに用いることのできる文字はアルファベット26文字か52文字アラビア数字10文字などの記号に限定されているがマルチバイト文字を用いることができるものもあるパスワードや クレジットカードの番号を入手することで他人になりすまして様々な利益が得られることからパスワードを発見するということがしばしば行われてきた。理論上はそうあたりで全ての文字列を試してみればいつかは正しいパスワードを発見可能なことは容易にわかるが大変な労力が必要なので実際はあまり行われない。また複数回間違ったパスワードを入力すると システムがそれ以降の入力を拒否するようになっている場合もある。パスワードは任意の文字列で構成されるが完全にランダムということはほとんどなく実際は覚えやすい文字列で構成される場合が多い。その性質を利用して辞書に載っている単語や人名を入力することでパスワードを発見する効率を高めるソフトウェアもある。キャッシュカードや携帯電話端末の暗証番号は わずか4桁だけしかない場合が多く、0000から9999 99の最大1万回試せば暗証番号を発見できることから番号を忘れてしまった場合に全部の番号を試すソフトウェアが存在する。ただし桁数の少ない暗証番号は、照合時の入力可能回数に制限がある場合がほとんどである。ありがとうございます。